皆さんこんにちは。私はダイニングで表題にもありますように、まあその検査、私まあ中央検査部にも属してますので、検査のことについて少しお話したいなと思っています。まあ今更っていうようなお話も多いかなと思うんですけれども、まあ分かっていることがあれば、またそれをまあさらに上塗りするという形で見ていただけたらなと思います。では早速始めます。はい。検査は、まあ、多分皆さんご存知のように、まあ、診察に来られた方がですね、いろいろまあ、ここが悪いんですとか、あそこが悪いんですというお話を聞いた後に、まあ、じゃあこういう病気が考えられるからしようかなっていう、そういう位置づけになりますね。当然のことながらね。で、まあ、例えばですよ、まあ、今申し上げたように、問診である人が、最近体がだるいんです、お酒はよく飲んでいますっていうことをおっしゃると、で、まあ、診察して、で、ちょっと肝臓大きいなとか、黄疸があるなとか、ちょっと重症ですけれども、そういうことがあった場合に、まあ、まず血液検査をしたり、で、血液検査をした後は、まあ、いろいろ画像診断をしたりっていうようなことで、検査っていうのは、まあ、古典的にはあくまでも、問診、診察、そして検査っていう、そういう順番なんですが、まあ、最近は私たちもそうなんですけど、コンピューターワークが非常に多くなってまして、以前はやはり紙カルテの運用だったので、カルテにこう、ペンで書きながら、患者さんを見るっていうことが可能だったんですけど、今コンピューターでいろいろと指示や、その問診をずっと自分で書くので、両手塞がっちゃう状態なんですね。で、そこからさらに検査っていうと、結構こう、時間的なロスが発生して、もちろん大事なところはリンパ腺触ったり、貧血調べたりするんですけど、どうしてもちょっと飛ばしがちになってしまうところもあるかなと思います。だから、人によってはね、診察って、あれだけかなって 思われるような方も多いなと思うんですけど、まあ、変な話、それだけ、検査の方が非常にですね、発展して、まあ、問診で、診察で分かんないようなことも検査で分かるから、まあいいかっていうようなこともあるかも分からないですね。で、検査の種類なんですけど、早速まあ、あそこにありますように、いろんな検査があるんです。でも、まあ今日は時間の関係もありますし、健康診断でもらった検査結果っていうことを鑑みると、尿検査と血液検査っていうことになるかなと思います。で、まずね、尿検査のお話になるんですけど、尿はね、もちろんこの図にありますように、皆さん知ってるように、こう2つの腎臓から作られてきて、そして尿管を通って膀胱に入って、そして尿として出るんですね。だから、まあ、腎臓になる前の尿はじゃあどうなのっていうことだけど、腎臓になる前の尿は実は血液なんですよ。で、心臓からこう血液が流れていますよね。で、それが腎臓にも入って、で、いわゆる腎臓っていうのは、いい悪いの物質を起こし出したり、で、また元に戻したりする、すごい優秀なフィルターの役割をしてるんで、まあ、いわゆる腎臓が働かなくなると皆さん人工透析されますよね。だからその透析器のような役割を人体がしてるっていう部分が腎臓になるわけですね。だから、まあ、腎臓がいいと、まあ、いらないものは出て、いるものはまた自分のところに戻してくるので、まあ、おしっこの中に出てくるものっていうのは基本、まあ、何もない形の、いわゆる、まあ、液体のようなですね、あまりその重要な要素は本当は入っていないべきものなんですね。で、一般的にまあ、風邪ひいたりしてね、医院さんに行ったら、検尿してくださいねって言われると思うんですけれども、こういうコップに検尿を取ると、まあ、今もっと行き会が多いんですけど、昔はね、このテストテープっていう、まあ、テープをこう中にポチャッと入れると、色をこう被色でね、糖出てるなとか、タンパク出てるなとか分かるような、こういう検査がね、今も多分院さんではこういう形が多いかなと思うんですけど、主ですね。で、まあ、結局、これで何も引っかからなければ健康な尿だし、で、まあ、もし糖が降りてる糖とか、タンパクが降りてる糖とか、あとは血液が出てる糖とか言うと、まあ、いろいろな病気を想像しなきゃいけなくなるね。
で、こちらがですね、まあ、例えばこの尿試験紙の、まあ、色のこう比較をこう出してて、で、いっぱい、まあ、いい試験紙になると、ブドウ糖、タンパク質、で、ビリルビン、ウロビリノーゲン、鮮血、ケトン体とかいっぱいあるんですけど、まあ、あんまりこれちょっと高そうな検査紙かなと思って、普通はブドウ糖、タンパク質、ウロビリノーゲン、pH、鮮血、ケトン体ぐらいかなと思います。で、このビリルビンとかウロビリノーゲンっていうのは肝臓が悪くなると出てくるものなので、ちょっと今回の説明からは省いていて、今回は、まあ、いわゆる尿糖ですね、ブドウ糖、そしてタンパク質、で、鮮血のことだけを説明しています。おしっこの、こう、まあ、尿の生成っていうか、今さっき見せたね、大きな腎臓ですね。ちょっとこう、スライスして顕微鏡で、すごい高度な顕微鏡で見ると、まあ、腎臓の作りっていうのは結局、今も申し上げたように、こう血管とですね、で、今のその茶こしのようなね、フィルター部分とね、で、干された尿が出てくる尿細管っていう部分とね、まあ、大きく分けたこう3つの部分に分かれていて、この血管っていうのが、この血管、体から回ってきた血管が、腎臓の中をぐるっと回っていくときに、フィルターでいろんなものが越してきて、で、いらないものは出て、いるものは再吸収されるっていう、こういうね、すっごい、こう、正確なね、素晴らしい、こういう作りになってるんですよ。だから、腎臓っていうのは、あんまり目立たないようなね、臓器なんですけど、かなり重要だっていうことがわかりますね。で、まあ、例えば、正常状態、まあ、尿に糖が出るとか、よく、まあ、糖尿の人はあるんですけど、普通、まあ、たくさんね、食事食べても、普通の人は糖が出ないんですよ。で、それってどうなってるのっていうことだけど、まあ、例えば、まあ、これ、血管の中に、ちょっとブドウ糖見えにくいかなと思いますが、こうピンクでこう書いてますけど、ブドウ糖が流れてきますね。ちなみに、ちょっとこの黄色はタンパク、で、この赤は赤血球とか、そういうつもりで入れてますけど、このちっちゃいブドウ糖が、正常の人でもね、一回この茶こしでこされます。出るんですよ、尿の中に一回。ところがね、またこの尿細管っていうところを通って、おしっこになるまでに、通ってね、全部再吸収されるんです。それはね、やっぱり糖っていうのが、脳には一番ね、まあ、脳っていうのは糖をエネルギーにして働いてるんで、糖がないと結局脳がダメになる、考えることもできないし動くこともできなくなるから、こういうところはもう本当に人間は本当動物なので、動物はみんなこういうシステムになってるんですけど、糖をね、外に出さないようなシステムになってるんですよ。で、例えばね、長い頃人類の歴史を見てね、原始人からね、そこからずっとこういろんな時代を経てきてるわけですけど、この現代のいわゆる飽食の時代、例えばコンビニが24時間空いている、スーパーマーケットに行ったら何でもある、で、お菓子もなんかもどれ選んでいいかわかんないぐらいあるなんていう時代ってもうたかだかこの3、40年、50年ぐらいでしょ？私もまあいい歳なんでですね、私子供の頃って、お菓子でなんかチョコレートっていうのがすごい贅沢なものやったような記憶があって、隣のおばちゃんが作ってくれるパンの耳をね、こうフライで揚げてお砂糖かけるようなね、今でいうラスクなんですけど、ああいうのがすごい美味しそうだって何もなかったんですよ。そういう時代で来てる、まあ、私たちがですよ、いきなりもうね、糖とか油にさらされてるわけなんで、それはもう近年、その糖尿とか、メタボとかね、まあ、脂質異常症とかあって当たり前じゃないかなと、体の仕組みがね、チェンジしないままいろんなものに付加されると無理やと思うんですよね。だからやっぱり生活習慣病って言いますけど、結局、まあ、社会のシステムが急に変わってきたっていうところにも大きな問題があるかなと、あと歩かなくて済むようになってますよね、交通機関が便利になってね。ちょっと例えばバス停まで歩こうかなんてしませんからね。もう家の隣から車乗っていったりね、しますよね。
だから、誰が悪いわけでもなくて、社会の仕組みが変わったということが大きな原因かなと思います。で、例えば、糖尿病だったら尿糖出るよねっていうことですけれども、糖尿病の方はやっぱり血糖が高いんで、血管の中のこの、ね、小さいブドウ糖のつもり、糖のつもりですけど、数がやっぱ多いんですよ。だから、茶こしで起こされる糖もかなりやっぱ多いんですね。ということは、この一旦尿の中に出る糖も相当多い量なんですよ。だからね、言ったポンプでまた糖だけを汲み上げる能力があっても、もうそこを超えておしっこに出てしまうんですね。だから、尿に糖が出てると、もうこれは自分の再吸収のキャパシティを超えたぐらいの糖があるんやな、糖が高いんだなっていうことがわかります。だから、これが糖尿病が尿に糖を出るっていう、成り立ちですよね。で、ちょっと例外として1個だけ言っとかなきゃいけないのが、人性糖尿っていう状態があります。病気の名前っていうより、こういう人がいるっていうことなんですけど、今ね、血液を茶こしでこして、で、おしっこの中に糖が出ますよね。普通はもう全部再吸収されるべきなんですけど、ここの再吸収のポンプの力が弱いと考えてくれたら、ちょっとポンプでまた戻すのがちょっと弱い。なので、戻せなかった糖がおしっこに出てしまう。こういう人がいてね、これはこのポンプの機能の問題であって、糖尿だからではないんですよね。だから、血糖そう高くないのに、おしっこに糖だけが出るっていう人が、中には、本当に稀ですけど、いらっしゃいます。で、そういう人のことを人性糖尿っていう名前はついていますけど、イコール糖尿病ではないです。ちょっとこういうのもあるなっていうのをちょっと分かっておいてもらいたいです。糖のことはそれで、で次、尿タンパクですよね。タンパクはね、やっぱり降りると、何らかの病気が腎臓にあります。ほとんどが。一番多いのがやっぱ腎炎ですね。これは糸球体腎炎って言われているもので、ネフローゼっていうような病気も中に入りますけれども、普通はこのタンパクっていうのは血液の中で結構大きな分子なので、茶こし通らないんですよ、普通はね。なんですけど、腎臓の病気っていうのはこの茶こしのいわゆる網目がね、ちょっと広がっちゃってる、破れてる、そういう状態を想像してくれたらいいんですけど、だから血液とかタンパクがね、言ったら穴開いてるんで漏れてくるんですね。で、その漏れたタンパクをもう一回戻そうとはするんですけど、戻しきれない分が外に出る。これが尿タンパクの仕組みで、これの原因はやっぱここの茶こしが破れてるっていう、腎臓が悪いっていうことにつながってきますね。だから、糖は中に病気じゃないけど出る人はいるなんけども、タンパクがやっぱ出ると、ちょっとやっぱ調べた方がいいかなっていうことになります。で、もう一つ、今、さちらっと言いましたけど、腺血、赤血球ですね。尿腺血っていうのは、この血液の中の、赤血球が漏れ出してくるんですね。で、赤血球も、やっぱりね、結構でかいものなんですよ。体の中で言うとね。だから、やっぱ出るっていうことは、さっき言ったように、ここの茶こしが破れてるか、あるいは、この尿として通ってくるどこかから出血が混じってるっていう可能性もあります。通ってくる部分っていうのは、尿細管って呼ばれてる、この尿が通る部分、あるいは、尿が一旦溜まる膀胱、その前に尿道があるよね。尿管結石の尿管がありますよね。あと、膀胱あって、で、膀胱の後は尿道っていう管がちょっとあるので、そのどっかで血が混じると、血尿、いわゆるおしっこに血が混じります。だから、普通はやっぱり鮮血っていうか、おしっこに血は混ざらないんですけど、どっかにやっぱり異常があると、ちょっと混じってきますね。で、意外と例えば、ちょっと、ヒントなんですけど、腎臓が悪くて、おしっこに血が混じる人っていうのは、かなり長い距離を赤血球が流れてくるんで、赤血球さんの形がちょっと変わってることが多いです。でも、例えば膀胱から出血してるっていう場合は、意外と真っ赤な鮮血で、赤血球の変形もないっていうことが多いんで、詳しく見ようと思ったらそういうことも見たりします。
今言ったことをまとめると、健康診断でもらったときにね、尿検査見たとき、ウロビリノゲンやビリルミンってあんまりね、セカリキ見なくてもいいかなと思うんですけど、尿と尿タンパク、尿鮮血っていうのは、まあ、ちょっとやっぱり私たちもここだけは注意して見てるっていう感じですね。正常は全部ゼロなんですけど、まあ、尿糖プラス以上、異常って書いてるけど、中にはまあ、人生糖尿の人もいるということ、尿タンパクはやっぱりプラス以上だとなんか調べた方がいいし、尿鮮血のプラス以上もいろんな可能性があるっていうことで、まあ、変な話、検尿だけでも随分といろんな病気がある場合は分かるっていうことが分かってくるんですね。検尿ってまあお金かかりますけど、かなり安いんで、検尿だけで相当分かると便利やなと思います。今、まあ、尿検査でした。で、まあ、もう一つ、まあ、皆さんがよくご存知な血液検査ですね。で、血液検査には、ちょっとまあ、これからお話しすることで分かっておいてほしいのが、まあ、大きく分けて、まあ、2種類ぐらい健康診断では取ってると。で、一つは一般献血って言って、赤血球、白血球、血小板っていうね、血液の中のこう流れている細胞の数を調べる検査が一つ。そしてもう一つは、赤い血の部分ではなくて、透明な部分も血の中にはありまして、まあ、例えばここに試験管立てかけた絵描いてますけど、血を取ってね、しばらく試験管立てかけとくと、下にこういう赤い部分と、上にちょっと黄色っぽい部分と分かれます。で、この、下の部分がいわゆる血球部分、赤血球、白血球、血小板とか、そういうの入ってる部分で、上のこのちょろっとここにある、なんていうか、黄色っぽいのがね、血清っていう部分で、これを測るのが血液性化学検査なんですよ。だから、血液取っても、測っているちょっと部分が違うっていうことですね。で、試験管の話にちょっとだけ入らせてもらいたいんですけど、これも学生用のちょっと、皆さんにちょっとプリントしてないのは急遽思いついたんで持ってきて、学生さん用に3枚だけちょっと違うプリント入れてるんですけど、よく説明してるんですけど、まあ、血液検査のこの結果っていうのはね、イコール自分の本当の本当に血液 100% ではないんですよ。なんか混ざってるっていう、ことではなくて、いわゆるね、血液を取ってから検体測定までには過程があるんですね。どういうことかというと、皆さんも採血されたことあると思うんですけど、苦血体巻いて、で、血管浮き出させて、で、アルコールで拭いて、で、まあ、針刺して血取りますよね。で、血を取った後、看護師さんや検査士さんは、試験管の中に血入れてると思うんですよ。このまま機械に持っていく人誰もなくてね、一旦こういうのに溜めてるんですね。で、それを機械に通して結果を出してるんで、結局イコール自分の血管をつないでるわけじゃないから、人為的なこう操作が入ってるっていうのはすごい大事なんですね。例えば、どういうことがあるかというと、まあ、ここで苦血をしてね、で、人によってはこう一生懸命グーパーしてくれるでしょ。あれ、まあ、血管ちょっと浮くとは思うんですけど、あんまりしすぎると、この腕のね、筋肉が動きすぎて、筋肉からの酵素がね、出てくるんで、あんまりね、何回もしないでほしいんですよ。もうなんか出るに任せといてもらうのが一番ありがたくて、看護師さんがまあちょっと叩いたりね、浮き出させたりするのはいいとして、ウーパーあんまり推奨してません。で、まあそういうこともあって、ちょっとまあ結局ここでね、うっ血させることによって多少やっぱいろんなデータが少しだけ変わるということ。あとは、採血するときに、陰圧かかりますよね、どうしても。昔はこう試験、シリンジで取ってたし、今、真空の採血管で取ってますけど、血液ビャーって結構勢いよく吹き出してるの見たことありますか？結構圧かかってるんですよ、血液に。だから、やばい血液やったら破れてしまうわけですよ。だそうなると、やっぱり本当の血液の成分以外のものがね、破れることによって出てきてしまって、まあ、それを溶血って言うんですけど、そういうことも起こりうります。で、あとこの試験管なんですけど、
試験官ね、これいろんな種類が実はあって、適当な試験官をに適当な血液を入れないと、ちゃんと検査できない可能性があります。間違える人はないと思うんだけど、急いでる時にはやっぱりね、ここの検査室とかではもう全自動のそういうラベルがついてくるから、間違えることはないんですけど、まあ、例えば、なんだろう、ここじゃないけど、まあ、どっかの救急に行ってね、まあ、私も一人で当直してたこともありますけどね、そういう時やっぱり看護師さんたち忙しかったら自分で採血して試験管入れるんですけど、その時やっぱり焦ってると間違うんですね。だから間違った試験管で取ると適切な値が出ないんで、そういうふうなところがね、いわゆるトリッキーなとこがあります。やっぱ採血管の種類もいくつかあって、さっき言った肝機能とか測るのはこうブルーのキャップの試験管なんですよ。で、血液の、いわゆる赤血球、白血球の数を測るのは、紫色のキャップの試験管で、これにはね、血液が固まらないような、いわゆる試薬が入ってます。固まっちゃうと、血球の計算できないじゃないですか。固まっちゃうからね。だから固まらないようにするために、いわゆる生化学検査と一般献血の試験管は違うっていうことですね。あと、血糖の試験管も実は違って、灰色のキャップです。これは血糖がどんどん下がらないような試薬を入れてるんですね。で、血糖ってそんなどんどん下がるんって初めて聞いたよと思うんですけど、まあ、試験管の中に入れて長いこと置いてると、血液の中って赤血球、白血球がいるじゃないですか。で、血取ってからもしばらく生きてるんですよね。血球が。そうすると、血球がブドウ糖をこう食べていくんで、しばらく置いてると、実はブドウ糖って糖の数値って下がっていってしまうんです。で、それをまあ防ぐような試薬を入れています。で、あと、まあ、めったに測りませんけど、止血とか凝固因子を測るのは黒いキャップっていうふうに、採血管って結構いろんな種類があるんですよ。だから、ここを適切にしないと、もう全然違う値が出てくるんで、当病院とか一般の病院さん絶対間違うことはないから安心してほしいんやけども、こういうことがあると。だから、血取るとき試験管、もう今日3本も4本もなんで取んのって思うかもわかんないけど、結局測る項目が違うと、違う試験管に入れなきゃいけないっていうことですね。で、まあちょっと、急ぎますが、一般献血、いわゆる赤血球、白血球、血小板の数ですね。これは健康診断で数字もらったときは結構重要なポイントやと思うんですけど、皆さんご存知のように、血液の中には白血球、赤血球、血小板っていう、まあ大きな血球があります。白血球一番大きいんですけど、ここに書いてるこの3500から9800っていうのは、うちの病院の基準で、施設によってちょっと基準値が違うんで、自分の結果もらったときはね、横に基準値書いてるので、それをまあよくよく見てほしいんですね。で、赤血球はまあ、あちくらいの大きさのものなんですけれども、まあ、酸素を運搬してるものなんですね。で、男性の方が女性よりも数が多いです。で、これはホルモンの関係です。で、あと、血小板っていうかなり小さいパラパラってした血球があるんですけど、これは止血のために、いわゆるどっか傷ついて、まあ、怪我した時にパーってこう、中からこう止めに行く接着剤みたいな、そういう役割をしています。こういう大きく分けて、こういう成分が皆さんご存知だと思うんですけど、あります。で、白血球の数の異常とか結構ね、引っかかって怒られる方多いんですけど、例えば、数はね、白血球の場合男女共通で、だいたい3500から9800ぐらいが正常なんですけど、白血球が多いような人でね、これは白血球が多いって言ったらなんとなく嫌な、白血病じゃないんとかこう心配になると思うんですけど、実はまあ、どっかに炎症が、例えば喉痛いよとか、どっか怪我してあと腫れてるよとか言うだけでも上がりますし、関節痛いんですって言うだけでも上がるんですよ。で、あとはタバコ吸ってる人結構上がります。それはね、なんかやっぱりタバコ吸うことによって、この気道の慢性的な炎症が起こるせいやと言われてます。あと、ストレスもね、結局生体防御反応が働いて白血球が増えるって言われてます。なんか危ないことが来たんちゃうかって、やっぱり体が思うらしくて、血球が増えます。
で、吐き気が少ない状態っていうのは、まあ、あんまり言われることはないと思うんですけど、大きな脾臓が腫れてて、そこで壊されたり、あとはちょっと骨髄のまずいような、こういう産生不良貧血の時も、まあ、あるかもわかんないけど、まあ、稀ですかね。で、割と多いのが、こう、薬の副作用っていうのがあって、なんか最近お薬飲みませんでしたかって言って、抗生物質ちょっとこの前飲んでました、なんていうこともあります。だから、まあ、こういう場合があります。で、もちろんね、白血病とかになるともう、2万、3万、4万でもあらゆる数になりますから、すぐわかりますし、白血球が上がらないタイプのものでも、今日は示してませんけど、白血球の形を調べる方法がありまして、白血球分格っていうんですけれども、それを見ると、だいたいこれは、まあ、やばいものかな、どうかなっていうのがわかります。赤血球の異常っていうのは、まあ、ポピュラーなものやと思うんですが、男性の方が正常値が女性よりも、多いですね。で、まあ、女の人特に多いかもわかんないんですけど、貧血って言われましたって言ってくる方がいらっしゃいますが、まあ、貧血にも実はいろんなパターンがあって、個々の赤血球が小さい、いわゆるよくある鉄欠乏性貧血。実はこの赤血球の中のタンパクが、鉄が必要なんで、鉄が少ないとやっぱりタンパク作られないということは形が小さくなりますよね。だから鉄欠乏の場合は小さくなります。で、大きいのに貧血、まあ普通の大きさなのに貧血っていう場合も実はありまして、まあ、腎不全で透析してる人とかは、腎臓から造血のエリスロポエチンってホルモンが普通出るんですけど、それがまあ出なくなって貧血になるっていう場合とか、あとはもう血管の中で、さっきね、溶血って言いましたけど、血管の中でご自分の抗体で、まあ、溶血してしまうっていうような病気もありまして、その時はまあ、普通のサイズでも貧血になります。あと、赤血球が大きいタイプの貧血もあって、肝臓が悪い人に割といます。この場合はビタミン不足で起こります。ただ、一番多いのはこの赤血球が小さいっていうパターンなんで、鉄欠乏貧血の場合ってですね、普通は若い女性とかだと、生理のせいかなっていうことが多いと思うんですけど、例えばもう生理もないぐらいの年齢の方で貧血だと、ちょっとやっぱ調べた方がいいかなと思ったりしますね。例えばやっぱり、大腸のポリープがあるとか、で、やっぱし胃が荒れてるとか、そういう原因があることがね、やっぱまあまああるんで、あとはもう婦人科系の筋腫があるとかですかね。だから、やっぱ貧血っていうのは、いろんな可能性をはらんでるんで、まあいいかってあんま見過ごせないものですね。あと、まあヘモグロビンってこう、まあ赤血球こういう形なんですけど、今言ったように、この中の構成タンパクで鉄が必要なんで、鉄不足になると形が小さくなるっていうことです。で、あと、接着剤の役割をする血小板なんですけれど、血小板の数っていうのは大体、まあ40万以下ぐらいですね。で、10万切るとちょっと少ないかなと思います。で、それはどういう場合かというと、まあ、お脾臓っていうその造血のプールの、臓器ですね、あるんですけど、まあ、そこがちょっと腫れると壊される数が多くなって、血小板が小さくなる、少なくなる。これはもう肝臓が悪い人とかちょっと特殊な場合なんで、皆さんにはあんま当てはまらないかなと思います。で、あとは、ま、ちょっと、まずい病気ですね。特発性血小板減少性紫斑病。これは、血液の病気です。で、まあ、これの時は結構、本当に2万、3万になるんで、すぐわかります。で、あとは、やっぱ薬の副作用っていうことが、たまにあります。あと、ここでは言いませんかったんですけど、さっき、血球測る試験管の中に、凝固しない薬が入ってるよって言ったと思うんですけど、薬にね、血液が反応して、血小板だけがこう固まっちゃう人がね、いるんですよ。まあ、全人口のどうやろう。4%いるかいないかぐらい。だらそういう人は、その中のある抗凝固剤のせいで、血小板が少なくなるんですけど、その場合は診察してもどう見てもね、ピンピン健康なんで、これもしかしたら試薬のせいかなって、多分分かる先生は分かってくれるんで、まあ、そんな診断は難しくないと思うんですけど、で逆にまあ血小板が多いっていう場合は、まあ、全体的な血球が多い方、
あるいはこう慢性的な白血病で増えてる方とかなので、あんまり血小板多いですね、あなたって言われることはまずないし、血小板少ないねって言われることも少ないと思うんですよ。だから健康診断で言われる可能性は多いとしたら、やっぱりこの鉄欠乏性貧血とか、で、あとこの白血球がちょっとあなた多いですねとか少ないですねっていうことは、たまにあるかもわかりません。その場合はもうかかりつけ医に相談ですね。で、例えば、まあ、これ正常なんですけど、こういう形で、白血球数、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、あ、ヘマトクリット今日説明してませんけど、結局、いわゆる、濃さですね、赤血球の濃度の割合なんで、まあ、ヘモグロビンと、ヘモグロビンは、まあ、いわゆる赤血球のヘモグロビンっていうタンパクを測ってるんですけど、ヘマトクリットっていうのは、いわゆる血球全体に対する赤血球のパーセントです。で、こういう形で、まあ、結果出てきますので、どれか異常があったら、まあ、さっき言ったようなチェックがあります。で、まあ、今の血液一般ですけれども、もう一つ、血液生化学検査の方をちょっと端折っていきたいと思います。肝機能、腎機能、で、脂質、尿酸、血糖値ぐらいがポピュラーかなと思うんで、出してきました。で、肝臓って、ちょっとこれ上に上がっちゃってますけれども、肝臓って、結構胃とか胆囊にすごい近い、膵臓にも近いですね。骨の、中にこう隠れてるんで、皆さんこう、押さえても肝臓触らないですけど、腫れるとこう下から触るようになります。肝臓ってこんな臓器で、いわゆるレバー想像してもらったらいいんですけど、詰まった。柔らかいこう詰まった臓器ですね。で、ここがまあ、障害、こう中ミクロで見ると肝細胞が炎症とかまあ壊れたりすると、肝細胞の中にこう入っている酵素がね、血の中にこう出てきちゃうんですね。で、それがこの、いわゆる QGOT-GPT、最近は AST-ALT っていうんですけど、こういうものが血の中に増えてくるんです。だから、こういうのを見たら、ちょっと肝臓が悪い、いわゆるなんか肝臓の中で炎症とかが起こってる。じゃないかっていうふうな疑いのもとに検査をしますね。で、まあ、この後はじゃあどうするのっていう感じだけど、この後はもうエコーとか CT とか画像診断に行くんで、今日はそこまでの説明はありません。で、肝機能検査なんですけど、もう一つ、胆管由来のこう GTP っていう酵素がありまして、これも肝細胞の中にも入ってるし、肝臓のその細胞の横にこう通ってる胆管、胆汁のこう通ってる管にもいわゆるあるので、こういうところが障害を起こすと血管の中に出てきます。だからアルコールとかね、薬飲んで我慢して上がってますねっていうことがすごく多いんで、アルコールや薬剤の影響の可能性がすごい高いですね。だからそういう場合はまあ、アルコールを控えてもらうとか、薬をやめてもらうっていうことをまずして、であとやっぱ画像診断に移っていくと思います。例えば、まあ、この症例提示、この人は異常なしなんですけど、こことエコー、AST、ALT、で、ガンマ GTP っていう数値が出てきます。で、アルカリフォスファターゼとかね、コレステラーゼっていう酵素なんですけど、これはまあ、あんまり重要でないっていうか、簡単に言うと、このアルカリフォスファターゼっていうのは、ガンマ GTP によく似ていて、やっぱり胆管がちょっと障害されると上がったりします。このコリンエステラーゼっていうのは肝臓でこう作られるものなんですね。だから肝硬変とかで肝臓がもうすごい悪くなると下がってくる。あるいは栄養を取りすぎると上がってくる。だから変な話、コリンエステラーゼが高くて、GOT、GPT、AST、ALT っていうのは高いと、ちょっと栄養を硬すぎて上がってる、いわゆる脂肪肝があるんじゃないかなっていう、そういうふうな判断になります。で、あと、腎機能検査なんですけど、腎臓をさっき言ったように、実はおしっこ見ると、大体いろんなことわかります。でもね、やっぱり、タンパクや血尿が降りてて、腎臓悪いかなと思ったとき、この血液検査のクレアチニン、こっちのクレアチニンっていうやつですね。クレアチニンっていう酵素が、すごいやっぱり、数値として重要になります。っていうのが、このクレアチニンっていう数字は筋肉から出てくるんですけれども、筋肉がこう動くときに、
クレアチンっていうとからクレアシンっていうものに変換されて、それがもう腎臓の方にこう排泄されてきて尿に出るんですね。ただ、腎臓が悪くなると尿に出なくなるんで、血液の中に溜まってくる。なので、血液の数値が上がってくるっていうことになります。例えば、こんなんよく見ると思うんですけど、腎機能検査として、尿素窒素とクレアチニンっていうのが書いてて、クレアチニンって何やろうなと、今まで思っていたかもわからないんですけど、結局こういう形ですね。筋肉が動いた後の老廃物。それが腎臓から出なくなると血液に上がってきますっていうことで、腎臓がどれぐらい悪いんかなっていうことを推定するような数値になります。まあ、ただね、注意必要なのは、筋肉からあくまでも出てくる酵素なんで、例えばもう寝たっきりでさ、筋肉があんまないんじゃないのっていうような方は、あんまり上がりません。で、逆に、もうムキムキで筋肉だらけっていうような人は、正常なのに数値がちょっと高く出るんで、まあその方の筋肉量をちょっとこう、類推しながら評価するっていうことが大事になります。あと、まあ、コレステロール、中性脂肪ね、言わなくても、やっぱりまあ、過食のことがやっぱ結構多いんかなと。あと、やっぱり、食べた後、適度にこう運動できないと、血管の中にこう溜まってきてですね、悪玉の場合は、やっぱり血管にこう溜まってプラークっていう、こう、血管をこう狭くする原因になるから、やっぱあまり上げないことが重要ですね。まあ、逆にこの掃除してくれる善玉コレステロールっていう HDL コレステロールっていうのがあって、まあ、運動とかで上がるし、女性は割とね、高めなんですけど、これでまあ、この悪玉を掃除してもらえるんですね。だから、まあ、HDL コレステロールが高いっていう人は、悪くはないんですけど、あまりね、すごい高すぎる人もね、ちょっと要注意。まあ、それはそれでやっぱ溜まってくると思います。中性脂肪はまあ、食べたものがそのまま肝臓に入って、で、それがまあ処理しきれないと血液に出てくるんで、やっぱりまあ、コレステロールに似たようなものですが、やっぱこれはまあ、全般的な食事の取りすぎによって上がってきます。今言ったようなことの、いわゆるまあ、異常のこの正常値の基準がここに書いていますが、例えばこれも10歳女性の例ですけど、やっぱ女性なんで、さっきも申し上げたように、こう HDL がちょっと高めに出てますよね。で、HDL コレステロールと LDL コレステロールと、で、もう一つLDL コレステロールっていうのを足した数字がここになるんで、まあ、だから、このコレステロールが高いのは、この善玉が高いせいですねっていう解釈になります。だから、まあ、この悪玉が高くてね、コレステロールが上がってるよりは、まあいいですかねっていう判断になるかと思います。まあ、ちょっと尿酸のことですけど、まあ男性の方もいらっしゃるんで、尿酸のこともちょっと言っておくと、尿酸っていうのは結構やっぱビールとかナッツ、で、あとまあ貝、お肉、レバーに多く含まれてます。だから、落花生食べながらビール飲むっていうのはかなりちょっと危険ですね。で、尿酸は、血管の中に入ると、やっぱり、血管にこう、突き刺さっていく、こう、手裏剣型みたいなね、結構、身上結晶で痛そうな形なんですね。だから、血管の中にも溜まるし、痛風のこの関節にも溜まるし、悪いことに、こう、腎臓の中にも突き刺さっていきますんで、尿酸高いと、まあ、痛風だけ気をつけたらいいんじゃないっていうのは間違いで、動脈硬化や、こう、腎臓が悪い原因になったりするんで、尿酸は高いままほっとかない方がいいかなと思います。対策としては、こうビールをね、焼酎に変えてもらうと随分下がるんで、まあ、ちょっとそこら辺も考慮してもらったらと思います。まあ、プリン体を多く含む。プリン体ってのは尿酸の原因ですね。まあ、こんなものがあります。いや、血糖なんですけど、もう最後ちょっと飛ばしていきますか。まあ、食事から糖が入って、血管の中に糖が入ります。で、膵臓っていう臓器から血糖を下げるインシュリンが適度に出て、で、肝臓の中でこううまくとこう取り込んでいって、全身に適量を回ることになってるんですけど、で、この全身の細胞にこう、ブドウ糖がちゃんとこう入っていくのにインシュリンが必要なんです。ここに必要なんですね。で、糖尿病になって、もしインシュリンが足らないような人は、全身の細胞への取り込みが
かなりできなくなって、血液の中の糖が浮いてきてしまうっていう。だから血糖は高いことが原因、問題というわけでもなく、まあ、もちろん血糖が高いことによって動脈硬化が進むんですけど、全身の細胞にうまいことこうエネルギーを届けられていないっていうところが、すごいやっぱり問題になりますね。で、よく糖尿病の指標でね、例えばこう、ヘモグロビン1C とか聞くと思うんですよ。これは何やってことになりますけど、実は赤血球の中の、こう、タンパクに、ブドウ糖がくっついたものが、まあ、グリコヘモグロビンって言うんですけど、これが全体のこのヘモグロビンの何パーセントを占めるかっていう数値なんですよ。だから結局この付く糖が多ければ、このヘモグロビン1C っていう数値が高くなるんですね。大体の目安は正常でまあ 5.8 以下ぐらいね。で、もう糖尿病ですねって言われるのが大体 6% 台ぐらい。で、お薬飲みましょうねって言われるのが大体 6% 後半から7ぐらいですね。8時はちょっともう入院しましょうって言われると思うんですよ。で、こういう目安になります。まあ、この方50歳女性ですけど、まあ、グルコースちょっとこう高めですけど、食事した後はね、だいたい正常の人でも140ぐらいまで上がるんで、まあ、食事してるんかなと思いますけど、血糖の平均はいいですよね。だから片方だけ高くても糖尿病っていう診断にはならないんで、まあ、両方揃って診断するっていうことが大事です。で、まあ、さっき言ったメタボですけど、内臓脂肪がまたまることによってですね、さっきから言っているように、こう、血糖が上がったり、中性脂肪が上がったり、血圧が上がったりするような、まあ、ことになります。で、私もちょっともう、そろそろやばくなってきてるんですが、この前健康診断で、腹囲が90に近かったんで、運動しなきゃいけないなと思って、やっぱり適度な運動と腹八分目っていうのが治療には大事ですね。で、今日はまあちょっと検査のことが主だったんで、それに対する対処方法とかね、あんまり治療のことまではちょっと言えなかったんですけれど、健康診断でもらった数値をね、見るときには、まあ、こういうふうな解釈が必要だっていうところを、まあ、説明させていただきました。ということで、ご清聴ありがとうございました。これで終わらせていただきます。